のっぺらぼうは毎日のように棒を移動させられているようです。移動の順序に一定の規則性があるとすれば、数日先の予測ができるかもしれません。ここが養豚場ですか。あっちの奥に木箱があるから、外に運び出しておいてくれ。ああ、わかりました。新入り、刀はあそこに置いていけ。足に絡まって転んだら豚のクソまみれだぞ。はい。木箱はどこですか、門倉部長。やはりあの新人、第七師団の内通者か。処理は任せたぞ、門倉監視部長。私がやるんですか。囚人を使えばいい。殺しが得意なものばかりだからな。ここは私の監獄だ。勝手な真似をする奴は豚の餌にしてやる。悪く思うなよ、新入り。門倉部長。門倉部長、どこですか。あれ、刀。門倉部長。おいおい、マジかよ。あいつめちゃくちゃ強いじゃねえか。勝てねえ喧嘩はしない主義だぜ俺は。